バターウェイオブウォーター星4スカイピープルと呼ばれる人類と決別した元人類の主人公が人類がアバターの住む惑星をこれ以上汚染させないためにせっせと族長として繁殖とテロ行為に励んでいたら裏切り者絶対許さん人類軍外地のヴィランのアバターのクローン部隊を作って主人公絶対殺すマンし始める。このままじゃ自分の部族が蹂躙されちゃうと思った主人公一家は映像映えを求めて海の民の民族が住む地域へ亡命するというシナリオ。前作は圧倒的な CG 力で空戦や白人の開拓者がネイティブアメリカンを蹂躙する様を表現したポリコレに配慮した作品ですが、今回はバージョンアップした CG 技術を見せつけるために水の表現を俺たちの最先端 CG 技術を使えばどうなるか見せてやろうというシナリオ。水の CG 表現がすごすぎてあんこをちぎりました。アバターが水に濡れた後の CG とか髪の毛が水に揺れるシーンとかは頭おかしいレベルで違和感がありませんし、人間が水の上でリアルに撮影した映像に CG をかぶせるのですが CG なのに質量を伴う残像しててあんこジョバジョバちびりました。この俺らの科学力は世界一をするためにわざわざ水のために亡命させるって設定を入れ込んだと思われるので、この映画は最近の映画だったらノイズになってしまう家族だったり世界観紹介のような部分を圧倒的な CG と多分京極夏彦の小説並みに分厚い裏設定によって映像の美しさだったり設定を考察する楽しさによって一切間延びせずに見ることが可能であり、この方法はこれから SF を作る上で大変参考になる作品。映画監督や脚本家はせっかく作った設定だったりを説明したかったりするので、それがある意味そいつらのやりたいことだったりするので、でも多数のコスト重視の視聴者はそれをノイズだと認識するから、ここに認識の乖離が生まれるので、アバターみたいにアホみたいにしっかり設定作れば映像に対する情報量が上がるからノイズじゃなくてエンタメとして見ることが可能になるので、例えば人類が作ったアバターのクローンは指が5本ですが、純粋なアバターは指が4本で、それを理由にクローンとクローンから生まれた子供たちは奇形だと差別されたり、アバターの世界の動物は昆虫から進化した生物だと思われるので足は6本がデフォルトだったり、海で暮らしたアバターは下半身と尻尾が発達しており空のアバターはより身軽な体型をしているとかです。これらを映像から考察しているだけでつまらないファリミーシーンとかが間延びしないので、1では開拓時代に白人が先進的な武力でアメリカの原住民のネイティブアメリカ人をボコボコに凌辱した部分がテーマですが、2では白人が油を取るためだけに捕鯨しまくった歴史のオマージュがテーマであり、アバターの世界に住むクジラの髄液は人間を不老不死にするという設定からよく深い金持ちが金に物を言わせてクジラを殺しまくりたいという部分がとてもシニカルに描けています。ちなみに重箱の隅をつつく話だけど、1でこの国の住人と地球人の言語体系は違うので、そして英語を喋れる原住民はシガニー・ウィーバーと交流していたごく一部だけだという設定なのに、そういう文化のない海の民が全員英語で喋っている部分はそこの設定を映像に入れると間延びするから、その辺は目をつぶってくれよんってことなので、ラストシーンからこの映画はトリロジー作品であり、最終章は多分原住民、人類、2のヴィラン役のクローン軍団の三つどもへの大戦争が描かれるということを示唆していますし、多分圧倒的な人類軍に苦戦する原住民に対立していたヴィラン軍がヘルプに入って人類といい感じに停戦するというのが最終章だと思われます。この予測は王道を言うトリロジーの定番の構成なので、サムライミーのスパイダーマさんも大体そんな感じで最終章をまとめたので、